同じ日に生まれ同じ日に死んだ二人、ミュージカルブラッドブラザーズ、血のつながりこそ絆、片割れと知らずに友情を育んだ二人、その数奇で切ない人間ドラマ、ミッキー柿澤隼人、貧しく暮らす双子の男の子、エドワードウエンツ・エイジ、裕福な家庭に引き取られた男の子、リンダ木南晴香、ミッキーとエディの幼なじみ、後にミッキーの妻になるミスター・ライオンズ鈴木聡真、会社の役員でもあり裕福な家庭を持つサミー内田朝日、破天荒なミッキーの兄、ナレーター伊礼彼方、ナレーターが語る数奇な運命の物語、ミセス・ライオンズ一路真紀、子宝に恵まれずエディを自らの子として育てる母、ミセス・ジョンストン堀内恵子、生活に困窮しライオンズ家の家政婦として働く双子の母、変えられた運命と狂った歯車の果てに待ち受けているのは救いか、それとも悲劇か。ミュージカルブラッドブラザーズ。